福テレ防災ラボです地域密着で気象情報を発信しております福テレ防災ラボです、えー、今日のメニューはこちらです、えー、もう明日は雨なんですけども、はい、降り出しがいつなのか振り終わりがいつなのかっていうのはもう見えてきましたので、うん、それをお伝えしますそして今年は CM 前に紅葉がとっても綺麗だよということを言いましたが、はいえー、今、どこで紅葉が綺麗なのか、はい、どこ行けば綺麗な紅葉が見られるのか、うんえー、これも皆さんからのですね画像を交えながらお伝えをしたいと思いますそして来週の福島の天気モードは、はい、ということで本来であれば秋晴れのシーズンなんですけれども、ねはい、っとしは晴,晴天が長続きしないっていうのが特徴なんですが来週どうなんでしょうか、はい、まずは皆さんからいただいたです、ね、季節の便りなんですけれども須賀、はい、川市、寒くて朝からストーブつけちゃいました。ストーブですか 金子さんはどうですかもう冬用のパジャマで寝て今朝は暖房をつけましたさすがにつけちゃってね、はい、それもそのはずで福島は今年初めてのですね一、はい、桁の気温だと、はい、福島市、えー、10度下回りました、えー、でも日中は穏やかでしたよね、はい、そうですね。えー、藍津若松気温が低く山々に霧がかかってますということで、はい、朝霧がかかりましたけども徐々に晴れてきました、はい、そして今日なんですけどもこういう感じで なんかこうなみ雲、うろこ、ね、雲、サバ雲祭りみたいな感じになんですか。<laughs> いろんなところで。でこの雲なんですが、はい、地震雲なんじゃないですかなんていう人がいるんですけども、はい、地震雲というのはですね皆さん存在しませんので。あそうなんですか。はいあの気象上そして地学上ですね<ー>これがあの地震雲だっていうのはないんですね。大体こういう雲は、うん、気象学で説明ができるということです。<ー>天気が下り坂の前に現れる雲なんですよ。はい、でこの雲が 皆さん覚えてくださいこの雲気象衛星で実は出てるはいちょっとこちら見てみましょ赤道上空から見た気象衛星でウロコ雲現れてますはいいきますよ今日午前中すごい快晴だったじゃないですかそうですねでこの辺りでちょっと雲が湧いてきますほら湧いてきます本当だ白くなってきました白くなってこれが波を打ってさっきウロコ雲で現れたということなんですよね薄っぺらいですよね薄っぺらい ところが、西側見ると、金子さん、この辺とかどうですか？濃い城。濃いですよね。はい。だから、あの、この辺は雨雲なんですけども、はい。これがどうも明日接近してくるんじゃないかということになりそうなんで、ちょっとジオラマで説明をしたいと思います。はい、ジオラマで説明します。え、こんな感じです。明日のジオラマ。はい。で、秋雨前線です。秋雨前線の雨雲が南からこう湧き上がってくる感じ。はい。でも、この秋雨前線、福島から実は300キロ以上離れてる。はい。だから。 確かに北側の雨雲かかるんだけど暑いいいのかからないんですよそうですすよよそそううねじゃあ思っていたよりもそうだから大した雨にはならないじゃないか、うん、まあ降ったとしてもですよ、はい、総量で大体10ミリとか、うん、総量で20ミリぐらいざ、はい、ーざー降りにはならない、はい、でも、ここが難しいところで多分朝から雨なんですよ。はい そうすると弱い雨でも学校の先生方は運動会どうしようかなという迷うんですけども日曜日には回復してきますので大丈夫ですそれと明日結構この高気圧から冷たい湿った風がこう入ってくるんですねそうすると雨の上に気温が上がらないということで冷たい弱い雨の降るぐずついた天気ということになります明日は鬼滅の刃を漫画で読んだりとか映画館でね室内でインドアで過ごすのがいいんじゃないかなと思います明日の天気です えー、午前7時前後から雨が降り出します夕方までちょっと闇間も多少はあるけど弱い雨かなというところ気温に注目です裏ラバンダイ明日10度ですで、大体あの気温が12度以下になると吐く息が白くなるんですけども 明日は吐く息が白くなるような、はい、昼間でもストーブが欲しくなるようなそういう、えー、雨になるのではないかなと思いますでね、この寒さが実は紅葉をさらに美しくさせるしかも雨だから葉っぱがこう,こう艶が出るってうか。はい、適度な香水って紅葉には必要なんですよね<ー>中通りの北部です、えー、こちらも冷たい雨がしとしと降ります夜には上がりますけども、はい、午後6時頃までは残ってしまうかなと思います、はい、福島は朝が11度昼が15度 今朝はキンキンに冷えた底冷えといった感じでしたけども、はい、明日は湿度が高くて寒いしけざむといった感じですえそして、えー、中通りの南部ですあのやはり秋雨前線から近いところの方が、はいえー、雨が残っちゃうので、うん、残念ながら白川とか山津、えー、関東に近いところでは明日いっぱいですね雨が残ってしまうのかなと見ておりますとにかく明日皆さん昼間寒いですから、はい、暖かくしてお出かけくださいそして、えー、浜通りです いわきも一日中雨ですね、ところがあさって、天気回復しそうです、すると紅葉ですよ、紅葉前線、今、とっても美しい、まずはスカイライン、ンダイアズマスカイラインも今日はこんな景色でした、もうちょうど標高1000メートルから1200メートルぐらいが見ごろになっていて、ロダミ郎あたりも今朝はすごく良かったという話もそしてマクタキ。 良い感じに色づいています、ここもですねなかなかの隠れスポットなんです湧き水だと思うんですけども、湧き水の滝なんですよね、結構虹が出てて、ね紅葉が見られます、そして水辺の紅葉でおすすめなのが観音沼、すごいこちらは来週の週末ですけどども、十分綺麗ですよね、そして安達太良の山頂付近は、山頂よりもちょっと下のところに見頃が来てますんで、山の頂き登ると綺麗な下の方に紅葉が広がってる。 ちなみに、あだたらの頂上付近、今朝霜が降りた、<ー>そういう情報も入っております。さあ、それでは週末天気どうなるのか、日曜日からの天気ご覧ください。日曜日はアウトドア日よりも、はい、もう日曜はね、暑からず寒からず最高ですよ。<ー>えー、山登ったりするのはね。はいえー、そして来週は月、火、水が穏やかな陽気になる見込みです。一区はこちら。紅葉の艶鮮やかに秋の雨。福テレ防災ラボでした。